めっちゃゲップしたいの。めっちゃした。マジミコ。おい。今日ね、お互いの私服を公開しましょう。はい。やだ、やだ。やだ今日持ってきたんで、服を着てみて、どんな感じなのかっていうね。なるほどね。サイズ感とかもあるし、普段自分が好きなものが相手が似合うのかっていう、ね、ああ、いいね。私はめちゃくちゃいいの持ってきてます。ほんとですか？ナンバーワン、ミーコ。ミーコナンバーワン。アタック、アタック、ナンバーワン。もう毎回ちょっと動画見て思うんだけどさ、ちょっと古くない？わかる。めちゃくちゃ古い。じゃあまずはじゃあミーコが俺に選んだやつ。わかりました。これ上だけ？あーどうしようかな。下も一応あるんだけど、うん、あやっぱ下もちょっとやっていい？あ、いいよ。ごめんね。テンション上がってきちゃった。テンション上がっちゃってもうこの子はこれね、この間の UFO キャッチャーで撮った、あれこれ名前なんて言うんだっけ。ニノ。ニノちゃん。ニノちゃんと喋れ。あ、じゃこれを切ればいいのね。はい。キャップはなし。あ、キャップはね、マーチンのあのニューエラのやつ。あ、いつも着てるやつね、うん、これね、私のコンセプトとしては、はい、ちょっと違ったマーチン。おお、なるほど。大人マーチン。大人マーチンですね。マーチンってね、意外とね、大学生っぽいって思われる。いや、わかる。ファッションするのノリもね。最悪じゃん。元気な大学生じゃん。でも意外になんかそのマーチンってさ、若く見られがちじゃん。ちょっとね、うん、確かに。だから年相応にしてほしいっていうか。はいはいはい。私的には。なるほどね。うん。確かにな。ちょい大人。これでキャンプ行ってほしいなっていう願望はあります。ちょっと待って。これ、いける？ミーコ。はい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 。いいねいいねいいね。もう前髪は出す。あー、出さないでほしいけど。あ、出しいいよ、出しいいよ。出しパ。うん。いけるかこれ。できた？肉焼けたよ。いや、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。でもさ、拭えない大学生感。これ何なんだろう。じゃあ前髪なんじゃない？まあ、全身、こんな感じよね。そう、ちょっとミニタリー系の、うん。やつ。ミニタリー？あ、ミニタリーじゃねえ。なんだっけ、ミニタリー？ミニタリー。ミニタリー？ちっちゃいタリーズのこと言った今、もしかして。ミニタリーって。来週さ、ミニタリー行こう。カウンター席しかないってやつだね。めっちゃちっちゃい。ミリタリー系のそのジャケット。はいはいはい。で、下もその色に合わせて。うんうん。ちょっとセットアップ感がある。そうそうなの。わ、ちょっと、ちゃんと襟やって。なるほどね。俺こう来ちゃうのよ。そんな肩出してほしくないのよ。崩しちゃう。気持ち悪いな。ちゃんと着て。そう、着て。なんならちょっと締めてもいいかもしれない。あそこだけでいい。もう。はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。ああ、こういう感じ。うんうん、そうそうそう。あ、いいね、いいね。ありですか。いいね。サバゲーやってそうだよ。でもちょっと大人っぽい感じになったよね。確かにこういう色ってあんま持ってないかも。そっかそっか、持ってないね。持ってないね。ちょっと明るめの。そうだね。色なんて。うん。これかっこいいんじゃない？確かに前髪あるからかな。ちょっと、釣りしに行く感じ出てんな。なんかちょっとオシャレっぽくはないよね。この感じだと。そうね。いいね、いいね。まあまあ、こんな感じですか。このジャケット、お母さんからくれ、もらって。めちゃくちゃ可愛い、これ。これいいよね。めっちゃ可愛い。すごい。じゃあ次、ミーコ。はい。2位。まあ僕のね、まあこれも上と下あるんですけど、まあこれは、どういうことかっていうと、まあ僕のまあ好きなファッションですね。単純に。好きそうだね。これね、上まで締めるか、開けるかどっちかなんだけど、で、まあ、このキャップ被ってもいいかな。まあ、キャップなしでいいか。きつい。嘘。デニムきつい。マジ？あ、そっちじゃない。こっちこっちこっち。最大の屈辱だから。デニムきつわ。こっちは全然じゃん。あ、全然。あ、そう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 。あ、いいね。これだけでもいいんだけど。めっちゃ。このデニムいいな。このデニムいいっしょ。これユニクロよ、確か。あ、そうなの。うん。まあ、締めなくても別にどっちでも。あ、ベルト閉まんない。今カチャって言ったけど大丈夫。まあ、しなくてもいい、別に。あ、で、ちょっと待って、こっち見て、こっち見て。締めなくていいかな。締めない方がいいかな。で、逆に、これ着るとどうなる？この上に？そうそうそう。あー、悪くないかも。ちょっと待って。はいはいはい。ほら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 。で、ちょっとこれは、こう、肩崩していいよ。そう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 。はいはい。何これ、フォークシンガーみたいじゃん。弾き語りじゃん。弾き語り。そうね、この感じで。まあ、キャップいつものこれね、かぶってもいいし。はい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 。お、めっちゃいいじゃん。あ、めっちゃいい、ね、キャップあった方がいいわ。そうね、キャップあった方がいい。
で耳出しで、うんうん、ほら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 、あ、キャップあった方がいいね、キャップあった方がいい絶対、ほらこれいいんじゃないですか、マジストリートジャックじゃん、いや、あの、それも古いね若槻千夏ねあ、これめっちゃいいな、これめっちゃいいでしょ、これお、もう超好きなの、これでね、マーチン好きなのはオールスターなの、多分この格好で、そう、もう大好き、私はジョーダン履きたいの、そっちね、俺それだったら重すぎちゃういや、これ全然違うな、こっち座った方がいい、うん、こっち座って、あー、もう好き、これ好きですね、この格好、女子のね、俺結構ね、メンズライクというか、はいはいはい、結構ストリートっぽい感じでのが好きなのよ、これでコーヒー飲んでそうスタバでこうしてるやばいハッカーよこれいや、めっちゃいいよね、キャップかぶった瞬間良くなったね、いや、超似合ってる、いいっすね、でもこれだけだとなんかちょっと嫌なんだよね、確かに黒ないと、そう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 、ちょっとぼやっとしちゃう、このキャップなしのこれきついこれが一番きついわ、でもこれだけでも俺全然あるけどね、なんかあれじゃない、サンジの母じゃない36歳サンジの母じゃん、いや、そんなことないけどね、全然、逆にこの上だったら、この上でも合うと思うんだけど、これ脱いで、シャツ脱いで、あー、これ、これとかも全然いいじゃん、全然いい、これ全然いい、全然いい、これもありですね、じゃあそれもうち着てみて、私が着るとこれはまあこういう感じですか、いや、マジだ出たシャツをね、こうやって着ちゃいますねマジじゃんいや、マジよ、それこういう感じでね、夜、駅前ダンスマーチンじゃん駅の鏡でさあね、ということでね、はい、お互いの、まあ、私服交換をしてみたんですけど、うん、いいね、いい、新鮮、やっぱ選ばないやつだもん、うん、多分俺これ、私もこれ選ばない、これミーゴ絶対選ばないだろうね、選ばない、買ってみようかな、お、こういう色いいんじゃないですか、全然春だしね、うん、春さんざんと古いだからドライフラワーの方がいいということで、この動画が良かったなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします、いやでもミーコマジでいいんじゃん、逆にそのロンティーが良すぎてちょっと、あ、これね、うん、これもめっちゃいい、確かに、じゃあこれちょっと着て帰ろう、ふざけんな、返す